パッと直せるような感じの人かな。こうじゃない、もうちょっと、そうそうそう、ここだと椅子をこう影のギリギリにしていけばこう時ね。そんな波がないからいいかもね。いってらっしゃい。しましたね。気持ちよさそう。あ、もう釣るんだそこで。今日は釣れるといいな。取れてないの？いらっしゃい。お湯が足りなさすぎました。氷でかさ増しする。
全く釣れる気配がありません。どういうことでしょうか。ちょっとミノを投げてみます。ちょっと塩コショウ効かしてもよかったな。おいしい。うん。うん。うん。わしの顔。ご飯食べた途端に酔ってきた。じゃあ今ですね、ちょっとゆっくりネットフリックスとかを見れたんですけど、もう時間もお昼の11時29分になったので、もうご飯を食べようかっていうラインをしようと思います。お腹すいた。で今日は簡単にも袋麺を持ってきたので、袋麺をただ湯がくだけです。でまた私は最近辛ラーメンにはまりだしてるので、辛ラーメンを食べています。釣り始めて約1時間半ぐらい経ちますけど、全然当たらないですね。まあいつものことなんですけど、今から一旦戻って昼ご飯を食べてですね、もう一回出たいと思います。帰ってきた帰ってきた。絶対いい運動になるわ。私以上にお腹空くよね。っていう私何もしてないけど、辛ラーメンで、この間あの旦那に辛ラーメンを食べさせたら、その後大変なことになったらしくって、お腹の方がね。だから今日はもうそんなことになると大変だからって言って、旦那はこっちの袋麺を、味噌味の袋麺を食べます。到着いたしました。よくわかんないし、桜島の周りって深いのよ。うん。で、俺ジグさ、18g のしか買ってないじゃん。うん。下についてるのかついてないのかわかんない。ああ。沈むのが遅すぎて。
あ、そうなんだ、うん、ここあっちから投げてる時も 80g とか投げてたからさ、1回から、うん、まあ、そっか、いろいろやればそのうち釣れないかな。まあね、またあと2時間ぐらいはあるか、時間が、今日は。うん、そうね、ね、うん、2時間ぐらいで何か1匹釣りたい。ほんとよ、今日は釣っておくれよ。あ、面白いよね、気持ちよさそう。ちょっとやりたい、ね、まあ、でやりたい。気持ちいいでしょ。気持ちいいよ。あっち気持ちいいでしょ、うん、まあ、言わなければね。気持ちよさそうだもん。うん、面白いよ。多分横にいるだけでも面白いかも。こうぐるぐる回ったりさ、カヤックで。まあ、日焼け対策をちゃんとして、ちょっといいなと思う。楽しいよ。こっちめっちゃ暇。めちゃめちゃ暇。やることがさ限られるじゃん、うん、はい、出来上がり。じゃあ食べましょう。はい、頑張って釣ってきて。もうイカでもいいからね、全然。ね、いや、全然っていうか、もうイカとか根魚とかいろんなの狙って全然ね、来ない。なんかいろんなの試しすぎなのかな。選んでる場合じゃないね。そうそうそう、一応いろいろ狙ってんの。うん、行ってきます。はい、トッピーだ。早い。釣れた。釣れた。なんじゃそれ。堤防の人釣ってたよ。堤防の人釣ってたよって。だって釣れないんだもん、何やっても。なんでなの。意味ねえじゃん。電池は速攻で切れるしよ。
downtown pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. 残念ながら今日もか今日も釣れませんでした、はい、3時間みっちり頑張ったんですけどね、まあ、でも今日はちょっと奥にリアで沖に行った、うん、あの今日桜島の横でね釣りをしたんですけど、ここあの水深があるんですよ。キジハタとかやっぱね、あの根魚系を釣ってる方が多くて、まあ、期待してきたんですけど、今度はねあのジグが小さすぎて全然沈まないんですよね。ちょっとそこをミスったなと思って、であとこの岸周りをエギングでイカを狙いながら攻めたんですけど、まあ、それももう全然ダメで、オスプレイってこうって、こうしてるのがオスプレイ、でもうちょっと上げたら柳沢さんのはい、ということで、まあ、釣れれば料理動画までと思ってたんですけど、まあ、今回も残念ながら釣れなかったので、はい、またいろいろ勉強して、あとちょっと重たいジグを買いたいなと思ってるんで、まあ、そこら辺も交渉しつつ、はい、ということでまた頑張りましょう、頑張りましょう。暑くなったね、待ってる時間がすごい長い、やっぱり。じゃあ今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.